っぱり何も覚えてないのね。ひどい。え？目の前で突然泣き始めた美人鬼上司。ある日、職場での事故での怪我を負った俺の家に彼女は見舞いにやってきていた。俺のことを嫌っているはずの上司がわざわざ家まで来たということだけでも驚きだったのに、俺のことを嫌いな理由を聞いてみたらこうなってしまったのだ。慌てふためく俺だったが、涙を拭くためメガネを外した彼女を見た瞬間、昔の記憶がフラッシュバックし、思わず一気を飲んだ。俺は足立翔太、27歳の会社員、文房具メーカーの営業部に勤務している。幼い頃から絵を描くことが大好きだった俺はずっと文房具に親しみを感じていた。授業中もろくに話を聞かず絵を描くことに夢中になっていたほど。鉛筆が立てるサラサラという音が特に好きで、多くの同級生が不快だと言っていたサインペンのキュッキュッという音でさえも好きだった。本格的に絵を習いたくて、小学4年生の時に近所の絵画教室に通うようになってからは水彩絵の具も好きになったけど、やはり水彩や油絵の絵の具よりも学校で気軽に絵を描ける文房具たちを相棒のように感じていた。だから就職活動の際にこの会社を第一志望にしたんだ。志望する業界を絞る時点で画材メーカーへの就職も考えたが、自分が挫折してしまった苦い過去も思い出すのでやめたんだ。俺は中学高校ともに美術部で、放課後は美術室に入り浸っていた。絵を描く時間が大好きだった。でも画家として生計を立てていける人なんてほんの一握りで、俺はその一握りの中に入れないことは自分でもよく分かっていた。そう、高校2年生の時に才能のなさを悟り、芸術大学や美術大学への進学は諦めたのだ。今は趣味でさえも絵を描こうと思わないし、美術館や展覧会へ見に行くのにも気が進まず、アートとは距離を置いている。しかし営業で文房具をプレゼンテーションする際にささっとイラストを描くと喜ばれるので、ちょっとした特技くらいの距離感がちょうどいいのかもしれない。また落書きしてるの？俺が新しく発売するシャインペンの書き味を確かめるためさらっとイラストを描いたら、主任の園田美月さんは眉を潜めた。2年先輩の園田主任は、可愛いというよりも綺麗という言葉が似合う正統派の美人。艶やかな黒髪のストレートロングで眼鏡をかけた姿は、彩色兼備という言葉がぴったりな知的な雰囲気を醸し出している。だがクールそうな見た目とは裏腹に、営業職ということもあり、取引先でも職場内でも常にニコニコと笑顔が絶えない人だ。でもなぜか俺と話す時だけはいつもの笑顔が消える。業務連絡でさえ冷たい口調で言い放つほど。お絵描きばかりしてないで営業成績を伸ばしてほしいもんだわ。園田主任は俺をギラリと睨みつけ、怒っていることを強調するように俺のデスクに叩きつけるようにファイルを置いた。俺何か悪いことしたかな。心当たりがないのだけれど、交際経験も乏しく女性の扱いにまるで慣れてない俺は、自分でも気づかないうちに失礼な言動をしてしまっていたのかもしれない。俺はこれ以上園田主任から嫌われないように愛想笑顔で返すしか対処方法が見つけられなかった。園田主任と俺の間に流れる微妙な空気を察してか、柴崎係長が割り込んできた。園田さんは相変わらず今日も惚れ惚れするくらい綺麗だね。柴崎係長様、お世辞は結構ですって。俺に対する時とは違って笑顔で返す園田主任。しかしその笑顔は心から笑っているものではなく、俺がさっき園田主任にした愛想笑いと同じ気がする。お世辞じゃないさ、本心だよ。園田主任に向き合って真顔で言い切る柴崎係長は、俺たちの上司にあたる41歳の独身だ。でっぷりとしたお腹を突き出して歩いているぽっちゃり体型。柴崎係長は面倒な仕事はいつも部下に押し付けるし、必要以上に威張る。一方で上司に媚びへつらうなどの狡猾さを感じる。正直に言うと、あまり好きになれない上司だった。柴崎係長は園田主任のことを気に入っており、しょっちゅうちょっかいを出している。ちょっかいというのも、仕事を頼むときに肩に手を置いたり、 PC 作業の際に顔を近づけて覗き込むなど下心が見え隠れするものだ。柴崎係長は今も園田主任の背中に手を回している。園田主任は若干迷惑そうにしているのだが、鈍感の柴崎係長は全く気がついていない。今の時代、明らかにコンプライアンス違反だと思うのだけれど、
柴崎係長は周りからの冷ややかな視線にも気づいていないようだ。部長や課長に相談しようにも、残念ながら彼らも似たような人種なので、問題解決を訴えて間に入ってもらったとしても改善の希望は持てないだろう。課長や部長も園田主任を美人だと褒めたり、会話中にデレデレしたりしがちではあるけれど、物理的な距離を取っているだけまだマシといったところだ。本来なら職場の人に容姿のことを言及するだけでコンプライアンス違反だと思うから、俺はなるべく気をつけている。ある日、我が社が今年度特に力を入れている新発売の商品、サインペンの販売促進イベントが開催されることになった。イベントは広報部主導で行われるが、営業部も手伝いに駆り出されることになった。柴崎係長、名刺の入ったのぼりを倉庫から持ってきてもらえますか。会場に持っていく荷物の準備の際、イベントを取り仕切っている広報部の課長から指示を受けた柴崎係長。いつもなら柴崎係長は億劫がって俺とか部下に仕事を振ってきそうなものなのだが、意外にも自分が倉庫へ行く意思を見せた。園田さん、手伝ってもらってもいいかな。はい。柴崎係長は園田主任を誘って倉庫へ向かった。ポールや水を入れる前のポールスタンドはさほど重くないし、台車で運べばいいので男手は必要もないかもなと俺は何気なく見送った。だがすぐに前回営業部で上りを使用した際に、上りの旗を倉庫の棚の上の方にしまったことを思い出した。棚は天井まである、男性の平均身長より高いタイプで、きっと柴崎係長や園田主任の背の高さでは届かない位置に目的の品はある。俺は急いで二人の後を追いかけた。俺が倉庫の前まで到着すると、中から柴崎係長のげびた声が聞こえてきた。さあ園田さん、脚立に乗って取ってくれよ。俺は腹が邪魔してどうにも無理で。あの、私はスカートなので。いつもはパンツスーツなことが多い園田主任だが、今日はスカートを履いていたことを思い出した。俺は慌てて倉庫の中へ入った。手伝います。俺が脚立に乗ろうとすると、なぜか柴崎係長が妨害してきた。俺は園田さんに頼んだんだ。まさかスカートの園田主任を脚立に上がらせるわけにはいかない。普段の柴崎係長の下心いっぱいの態度から本端が透けて見えたからだ。経験則で怒られると面倒なことを知っている俺は、柴崎係長の神経を逆なでしないようにヘラヘラ笑った。誰が取っても同じでしょう。危ないから俺がやります。俺は柴崎係長の手から脚立を奪って設置し登り始めた。天板に到達する手前で、あろうことか柴崎係長が脚立をガタガタと揺らしてきた。ちょっと危ないのやめてください。俺は焦って柴崎係長にやめるように懇願した。キャー！園田主任の悲鳴と同時に俺は脚立の上から落ちてしまった。痛っ大丈夫？俺はとっさに防御反応で体を丸めたようで頭を打たなかったが、硬い床に打ちつけられた右半身が痛い。俺は知らないぞ。柴崎係長は自分が発端となってアクシデントが起こったことに焦ったのか、その場から逃走してしまった。救急車呼ばなきゃ。園田主任は慌てて携帯電話を取り出し119番に通報しようとした。主任、待ってください。大げさにしないで。誰か男性社員を2名呼んできてください。分かったわ。園田主任は倉庫から飛び出していき、営業部から男性社員2名を連れてきた。園田主任にタクシーを呼んでもらい、俺は彼らに両脇を支えられながら乗り込んだ。そのまま男性社員2名に付き添ってもらい、俺は病院で診察してもらうことに。それほど高いところからの落下ではなかったから幸い骨に異常はなかったが、打ち身で体はうずくように痛む。念のため頭部の検査と経過観察をするために入院することになった。男性社員2名は俺から声をかけて会社に戻ってもらった。結果として頭部にも異常は見られず、翌朝退院が決定した。会社に退院の報告を入れると課長から有給休暇の許可が下りた。今日はこのまま休んでいいぞ。事故の詳しい経緯は後日聞き取り調査するよ。俺は大丈夫だから出社すると申し出たが、周りが心配したり浮き足だったりして作業効率が落ちるから、逆に休んでもらった方が安心するとのことだった。きっと園田主任が柴崎係長のせいで俺が落下したと課長に伝えているはず。
単なる俺の不注意ではなく柴崎係長の声による事故などだと職場全体に噂が広がって社員たちもざわついているのだろう。柴崎係長は何て言ってるんですか？柴崎は足立が病院に運ばれた後から行方をくらまし今日も出社していないんだよ。園田主任の様子も気になったが、これ以上電話で話す内容でもないと思い、俺は係長との通話を切った。俺は柴崎係長が病院へ見舞いに来なかったことに憤りを感じていた。謝罪されてもすんなり受け入れるつもりはないが、責任逃れをしたままなんて許せない。しかも今日は金曜日で、イベントの前日。会社としても人手がいるだろうに、自分勝手な都合で欠勤するなんて。俺はいても立ってもいられない気持ちを抱えていたが、とりあえず今日は職場の平穏のためにも休ませてもらうことにした。すると夜になり、俺の家に意外な訪問者が現れた。ごめんなさい、どうしても謝りたくて来ちゃった。園田主任が大きな袋を抱え見舞いにやってきたのだ。俺は園田主任の家の中に迎え入れた。本当は病院にもお見舞いに行きたかったんだけど、柴崎係長と鉢合わせしたらと考えると怖くて。園田主任は病院に来られなかった理由を説明した。目の前で加害する現場を目撃し、しかも原因が自分にあると分かっていたら、相手に恐怖心を抱くのは当然だろう。柴崎係長は謝罪どころか、心配する電話一本よこしませんよ。やっぱりそうなのね。結局今日は終日出社してこなかったという柴崎係長は、一体どういうつもりでいるのか。逃げたままでは何も解決しないということは、大人ならば容易に想像がつくだろうに。主任、俺の体のことなら心配しなくて大丈夫ですよ。もやし体型ですが、皆勤賞を取るくらい健康優秀児だったんですから。暗い顔の園田主任を励ますように、わざと明るい声で笑った。それにしても、主任も律儀ですよね。嫌いな部下のためにわざわざ家まで見舞いに来てくれるなんて。俺はふと思ったことをつい口に出してしまう。すると、園田主任の顔色が変わった。嫌い？だっていつも俺にだけ冷たいじゃないですか。一度聞いてみたかったんですが、俺何か嫌われるようなことしましたか？前々からの疑問を尋ねてみると、彼女は俺をきっと睨みつけてくる。やっぱり何も覚えてないのね。え、何がですか？ひどい。私があの時どれだけ。園田主任は突然泣き出してしまった。え？俺は女性の涙に弱い。慌てふためいてすかさずティッシュケースを差し出した。園田主任がケースからティッシュを抜き取り、眼鏡を外して涙を拭った途端、昔のある光景がフラッシュバックのように蘇ってきた。俺は昔にも一度こうやって女の子を泣かしたことがあった。その相手って、え、もしかして。眼鏡を外した園田主任をまじまじと見つめると、面影が浮かんできて、俺は思わず息を呑んだ。それはまだ俺が小学4年生の時のこと。絵が好きでたまらない俺を見かねて、母親が近所の絵画教室に通わせてくれた。そこで出会ったのが2歳上の美月ちゃん。美月？そうか、目の前にいるのは園田美月さんだ。あの美月ちゃんが園田主任だったのか。もしかして園田主任、小学校の頃に絵画教室に通っていました？そうよ、やっと思い出したのね。両親が離婚して名字が変わったけど、気づいてくれると思ってたのに。中学生になって絵画教室を辞めた美月ちゃんとは、たった1年間の週1回しか会っていないことになる。だけど園田主任が泣いている姿を見て美月ちゃんのことを思い出したのは、強烈な記憶が残っているからだ。美月ちゃんはもうすぐ小学校を卒業するという時期、俺に自分をモデルにして絵を描いてほしいと頼んできた。俺が断ると美月ちゃんは号泣してしまったのだ。幼い俺にはどうしていいか分からずにオロオロするばかりで、美月ちゃんは怒って口を聞いてくれなくなり、そのまま絵画教室から卒業してしまった。詳しい原因は覚えてないんですけど、俺が悪かったんですよね。原因を覚えてない？園田主任は目を丸くして信じられないと言いたげな表情をした。私すごく恥ずかしかったんだから。あれをきっかけに綺麗になろうと努力して自分磨きをしてきたのに。え？俺は園田主任に一旦落ち着くように言い、涙が止まった彼女に詳しい説明をお願いした。当時の美月ちゃんは、俺にモデルを断られたのは自分の容姿のせいだと思っていたようだ。今よりもだいぶふっくらとしていて、
綺麗というよりかは可愛らしい印象だったのは覚えている。だけど俺は美月ちゃんの容姿を罵ったことなどもちろんないし、容姿に言及したことさえなかったと思う。それがうちの母親の教育方針だったからだ。しかし小学4年生といえば、女の子は自分の体のことが気になり始める頃。ふっくらした体型にコンプレックスを抱いていたところにモデルを断られ、容姿が理由だと思い込んでしまったのかもしれない。私が絵のモデルにふさわしくないから断られたと思ったの。え、そんなわけないよ、違うよ。そんな風に受け取っていたとは想像も及ばなかった俺はうるとえた。俺、人物画は苦手だったから、美月ちゃんに幻滅されたくなくて断ったんだよ。え、そうだったの？私は翔太くんの絵が大好きだったから、私だけの絵を描いてほしくてお願いしたのよ。幼かった俺たちは気持ちをうまく言葉で表現できなくて、お互いにすれ違った解釈をしてしまったんだな。実に17年間も勘違いしたまま2人の関係が途絶えてしまっていたなんて、時間がもったいなかったと後悔する。それにね、せっかく再会できたのに翔太くんは初めましてなんて言って、私のことなんて全く忘れていて。それは申し訳なかったです。でも5年間も言わずにいた園田主任も人が悪いですよ。俺は美月ちゃんと呼んでタメ口で話していいのか、上司に対する態度のままでいた方がいいのか、どっちつかずで返答に困った。だって私のことを覚えていなかったのがものすごくショックだったんだもの。覚えていなかったわけではないです。当時はメガネをしていなかったし。そういえばそうだったわね。あまりにも大人びて綺麗になっていて、同一人物だと結びつかなかっただけで。大人になったんだから大人びて当たり前でしょ。園田主任、いや美月ちゃんは入社以来初めて心からの笑顔で俺に笑いかけてくれた気がする。やっとお互いの誤解が解けた俺たちは、それから思い出話に花を咲かせた。そして話し込んでるうちに夜もすっかり更けてしまった。夜道に女性一人で歩かせるわけにはいかないけど、まだ体が痛くて送っていけそうにもないからタクシー呼ぶね。この頃には俺の口調もすっかりタメ口になっている。タクシーを呼ぶという俺に美月ちゃんは首を横に振った。その体じゃ何かと不便でしょうから泊まって行ってもいい？私がお世話してあげる。いきなりの大胆な提案にドギマギしてしまった俺。しかし俺としてもなんだかこのまま離れがたくて提案を受け入れた。もしかして美月ちゃんも同じように離れがたいと思ってくれているのかな。そうなら嬉しいんだけど。美月ちゃんは主任になってからは多忙な日々で、いつ会社で徹夜してもいいように常にカバンにお泊まりセットを入れていると言ってウィンクした。痩せ型だと思っていたけど、やっぱり翔太くんも男の人なんだね。俺が貸したスウェットをブカブカに着てお風呂から出てきた美月ちゃんに見つめられて心臓が飛び上がった。それから美月ちゃんはすっぴんにドキドキする俺をよそに、まるでここに一緒に住んでいるかのように寝支度を始める。俺はソファーで眠ることにして、美月ちゃんにはベッドで寝てもらった。それから照明を消した時に美月ちゃんが小声でつぶやいた。翔太くんは私の初恋の人だったんだよ。突然の告白に戸惑ったけど、ここで言葉を返さないのは男が去る。俺の初恋相手も美月ちゃんだよ。嬉しい。俺たちは恥ずかしさのあまりお休みの挨拶だけ交わし、それ以降は黙りこくった。そんな状態でぐっすり眠れるわけがない俺。美月ちゃんが何度も寝返りを打つ、布団が擦れる音を聞きながら、きっと美月ちゃんも眠れないんだろうと感じた。俺たちはその晩は誓って何もない一夜を明かした。あくまでもその晩はだけど。翌日、寝不足のままサインペンの販売促進イベント会場へ向かった俺たち。さすがに2日間欠勤はまずいと思ったのか、柴崎係長も出勤していた。あの柴崎係長。俺が倉庫での脚立の一件を追及しようとしたら、顔を背ける柴崎係長。今日は外部の方やお客様もたくさんいらっしゃるイベントだぞ。今は社内の問題を持ち込むな。柴崎係長はなぜか逆切れして俺に苦言を呈した。でも確かに一理あると思った俺は、この問題はイベントが終了してからにしようと考え直し、痛む体に鞭を打ち、終日営業スマイルで業務に徹した。広報部と協力してのイベントは盛況のうちに無事に終わり、片付けをして記者一社一行。柴崎社長はバタバタしている社員に紛れてしれっと帰ろうとしたが、園田主任は見逃さなかった。
営業部の会議室で俺と篠田主任、柴崎係長と課長が一堂に会し、聞き取り調査が行われた。俺と篠田主任はありのままの出来事を洗いざらい話したが、柴崎係長は要所要所で言い訳を挟んできた。俺は悪くないんです。足立をビビらせてやろうとちょっとふざけただけで。いい加減にしろ、中学生じゃあるまいし。悪かった点をしっかり認めて謝りなさい。40歳過ぎた大人に対する注意だとは思えないほど至極当然のお怒りを受けた柴崎係長。雷を落とす課長とそれに震え上がる柴崎係長はまるで学校の先生と生徒みたいで滑稽だった。以前から柴崎係長は園田主任に対してコンプライアンス違反に値するような接し方をしていました。コンプライアンス違反なんとしとらんぞ。柴崎係長は否定したが、俺は追及の手を緩めない。肩に手を置くなどのスキンシップをしたり、異常に距離が近くて、そんなの円滑なコミュニケーションの一種だろ。柴崎係長は反論したが、今まで愛想笑いで受け流していた園田主任は本音を突きつけた。非常に不快です。ずっと我慢していました。分かった。それは別件としてコンプライアンス委員会に問題提起しておく。この点においては多少自分も心当たりのある課長は強く出られないようで、言葉を濁しながらも改善策を検討すると約束してくれた。そして後日、今回の事故は悪ふざけでは済まされない重大事案として、柴崎係長には減給と昇格処分が下された。また日頃の女性社員への態度がコンプライアンス違反に値するとして停職処分も下された後、地方の支社への左遷が決定。痛い目を見た柴崎係長の二の舞になりたくないと思ったのか、部長や課長の女性社員をはじめとする部下への態度も改善され、職場環境はとても良くなった。そして俺と美月はというと、その後正式に交際を始めた。職場環境も俺たちの関係も良い方向に大きく変わったのは、ある意味柴崎係長のおかげかもしれない。俺は美月の勧めもあり、企画開発部が全社員を対象としている社内コンペに応募した。美月の力も借りながら新商品のアイデアを練って、イラスト付きの企画書を提出したところ、見事採用され企画開発部に異動になった。それから挫折を味わってから避けていた絵も趣味としてまた描き始めた。理由は絵に夢中になっていたあの頃の気持ちを美月のおかげで思い出したから。そしてもう一つ、17年前の美月の願いを受け止めるためだ。俺は美月をモデルにした油絵に取り組み完成させた。美月は絶賛してくれ、アートのコンテストに応募しようと提案してくれた。でも自分では仕上がりに納得がいってない。さらに交際から1年後、俺たちは結婚した。やはり俺は今でも人物画が苦手だが、幸せいっぱいに笑う美月を見ているとつい描きたくなるんだ。こんなに綺麗で、かつ可愛くて優しい俺を愛してくれる人、しかも初恋の相手がずっと隣にいてくれるなんて。それに好きだった絵ともこうして再び向き合えて、俺は幸せ者だと毎日実感している。これからも納得いくまで美月の絵を描き続けていきたい。いつか俺たちの間に子供ができたら、その子の絵も描けたらいいな、なんて思っている。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。また、いいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。